見守りたいと思います。それでは続いて行われます決勝レースお呼び出しいたします。続いて行われます決勝レースは FP-FN4 クラス、 FP-FN4 クラス決勝です。 FP-FN4 クラスにエントリーのライダーの皆様、1コーナー手前ウェイティングエリアにお集まりください。さあそれではポールシッターが今ロックオンしたというところで選手紹介いたしましょう。2015シライト TT93 ライディングスポーツカップ第2戦、 CBR250R ドリームカップ決勝グリッドです。まずはポルシュターゼッケン22番萩原勝彦ガレージ萩原、タイムは40秒761。2番グリッドからはゼッケン8番藤平康人チームシャンティ1/4。3番グリッドからはゼッケン1番5位トシア PTCA モタード部。4番グリッドゼッケン4番阿部総一郎桜井オートメイツ。以上4名のライダーが出走いたします。残念ながら今大会23番工藤達也は DNS となりました。さあ今グリーンフラッグが振られまして、ダミーグリッドから各ライダーが1周のウォーミングアップラップに入ります。どのライダーが抜きに出るか非常に楽しみでもあります。まもなくレーススタート。出走台数4台、周回数は15周で争われます。さあ各ライダー1周のウォーミングアップラップを終えまして、今グリッドにロックオン、全ライダーのロックオンが確認されまして、今グリーンフラッグが振られました。コントロールライン上からゆっくりとレッドフラッグが退去。さあまもなくシグナルレッドからブラックアウト、各ライダー1点スタート。1番の5位でしょうか。さあトップ萩原、2番手に5位、3番手はゼッケン8番でしょうか、8番の、そして4番手に阿部といったオーダーです。萩原5位、藤平阿部のオーダーで各ライダートップカーブに入ってまいりました。さあライフスポーツ3番前を抜けてダンロップ圏へ飛び込んでいく4台のマシン。まだレース序盤ということもありまして、各ライダーの間隔はあまり大きくありません。さあそして最終コーナーを立ち上がりまして、今ホームスレのグランドコントロールで決勝の萩原さん勝彦、2番手には5位栃谷、3番手藤平、4番手に阿部といったオーダーです。繰り返しご案内いたします。続いて行われます決勝レースは FP-FN4 クラス、 FP-FN4 クラス予選で決勝レースです。FP-FN4 クラスにエントリーのライダーの皆様は1コーナー手前ウェイティングエリアにお集まりください。さあトップのマシン、3台のマシンがどうやら集団を形成。残念ながらですね、後方ではゼッケン4番阿部総一郎が、少々この集団から脱落していっているようであります。さあ阿部総一郎が乗りました。予選タイムラッシュで前走に行っている、そのマシンと彼のライダーに対するダメージが心配ではありますが、先ほどですねお昼にお話を伺ったところ、ライダーマシンともにダメージが小さかったということもありまして、決勝レースは出られるということになりました。さあそしてトップを争いますゼッケン22番の萩原、そして5位がですねこの萩原に対してその差を奪おうと今西の追走、今一瞬5位のリアタイヤが大きくスライドを見せましたが、それを難なくこなしまして、今必死に前を走ります萩原を追走しております。だけありましてですね、カーブ性能はですね他のミニバイクに比べて控えてあります、段階であります。さああとはあと第3コーナーで少々引っかかってしまったのがゼッケン8番の藤平です。さあこの3つがですね大きくレースに影響しなければいいんですが、いかどうでしょう。さあやはり2番手3番手少々間が空いてしまったようにも見えます。レースをリードするのは君のマシン、ゼッケン22番萩原勝彦、2番手にはゼッケン1番の5位トシヤがこの差をキープ。さあアウトライン1枚までラインを使いますトシヤに対してトップはきます萩原、コンパクトなラインで最終コーナーを立ち上がってまいります。さあ勝負どころの第3コーナーではありますが、まだまだ、レースが動くという展開ではありません。さあ、ゼッケン8番藤平が前を走ります。5位に対して
じわりじわりとその差を詰めてきているようにも見えます。一方でトップ萩原と2番手5位の差が開いてきているように見えますが、いかがでどうでしょう。さあ先ほどの周回のラップタイムを見ようというところではありますが、あっとこちらデータが飛んでおりますね。残念ながら先ほどの周回のラップタイムを見ることはできません。周回では2番手5位のタイムは41秒651、さあコンマ6秒トップ萩原が2番手5位を引き離しているような形になります。一方で3番手を走ります福永が41秒51となりまして、コンマ4秒ほど前を走ります5位との差を詰めているような形となっております。さあこの後2番手争いが面白くなっていきそうです。ラインの自由度が高いソックスカーブでありますが、両者同じようなラインを走っております。ここでの順位の変動はありません。そして最終コーナーを立ち上がる2台のマシン、前を進む1番が5位の記者、そしてその後方8番の藤平が3番手を走っております。現在のところ5位に対して藤平が追い上げを見せているというところ、いやこの周回は5位が藤平を上回ります。約コンマ1で5位が藤平を上回りました。さあさらにもう一つ忘れておりましたが、こちらの大会、こちらのですね、TBR250 ドリームカップは確かタイヤもですね指定されたものが使われていると記憶しております。ダンロップのタイヤを使わなければならないというそういったね、指定もあるはずです。さあ完全にイコールポジションという中で使うライダーたち、そういった中でライダーの企業が試されるレースであると言えるでしょう。さあ周回数7周終えました。残り周回は8周、いよいよターニングポイント折り返し戦を迎えたという決勝レースはありますが、現在レースの関節権の萩原監督、2番手には関権1番の5位トシア、3番手関権8番の藤平康子、さあ藤平が5位との差を詰めようと今必死の追走。先ほどの周回は5位藤平、ほぼ互角のラップタイムを刻んでおります。差は詰まっておりません。伸びても詰まってもおりません。さあローポイントコーナーから上り坂、最終コーナーを立ち上がってくる2台のマシン、ゼッケン8番藤井らがマシンを1台取りましたが、ここでの伝統はありません。さあしかし1コーナーインに飛び込もうというそういう仕草も見せました。しかしまだまだ5位をかわすことはできません。さあ、そうすると Z カーブ立ち上がりアウトに膨れてしまいました。5位ではありますが、やはりここでその差を、その隙を 見逃さない、ゼッケン8番藤井ら一気にその差を詰めてまいります。ローポイントコーナーから最終コーナー、さあ今度はアウト側から立ち上がってくる。しかし、この2台でも順位の変更はありません。オーダーは萩原、5位藤平、阿部のオーダー。さあ阿部が今ライディングスポーツ看板前で少々スローダウン。さあラインを外してしまったのか、幸い転倒なかったです。ただレースを続きます。さあただいまのバックストレート3番手を走ります藤平のマシンが少々ですねオーバーレムさせたようなエンジン音を立ち取りました。ギアが抜けたのか、それともしかしギアが抜けたにしてはですね、その差が開いておりません。大きなミスであったとは思えませんが、このね、最終バックストレートの最終エンドでエンジン引っ張ってきたというそういうトライをしたのかもしれません。さあトップのマシンは周回数10周を数えまして残り周回は5周、いよいよ終盤戦に入ってまいりました。さあ第3コーナー一気にスピードを落ちたというところで藤平が5位のインに飛び込もうという姿を見せましたが、順位の変動はありません。まだ5位が前です。さあしかしながら長距離からですねこういったチャージを行う長距離砲を打ってくるゼッケン8番藤平、全くもって油断ができません。5位にとってはこれこの藤平のチャージが大きなプレッシャーとなっていることでしょう。さあトップ萩原が今コントロールラインを通過、周回数11周を数えまして残り周回は40。さて2番手争いがテールトゥーノーズの状態で展開されております。2番手を走りますのはゼッケン1番の5位、3番手はゼッケン8番の藤平。さあ、ここから1つないという状態の中で、5位がまだ現在の2番手の差をキープ。後方から迫りくるゼッケン8番、藤平はなんとかして、なんとしてでも、1つ上の順位が欲しいというところ。
さあ今度はどこでチャージを仕掛けるかご注目ください。250R ドリームカップ決勝、レースをリードするのはカーロス22番の萩原、2番手の3番手藤平。さあ藤平としてはもう一つ前のポジションがどうするのか、こういった中で先ほどからチャージを必要に続けてはおりますが5位の前に出ることはできません。繰り返しご案内いたします。続いて行われます決勝レースは FP-FN4 クラス、 FP-FN4 クラス決勝です。FP-FN4 クラスにエントリーのライダーの皆様、1コーナー手前ウェイティングエリアにお集まりください。残り1周回は2周となりました。さあこの短いスパンの中で最後の最後、大逆転劇を見られることができるでしょうか。2番手争い、2番手5位、3番手藤井ら、この2名の争いが現在のところの一番の注目のところ。さあ藤平が今リアタイヤを少々、遠赤にヒットさせてしまいまして、マシンの挙動が乱れました。さあしかしそれも構いもせずにですね、アクセルを開けていきます。藤平ケール2ノートの状態でローポイントコーナーから最終コーナーを立ち上がって藤平のマシン、さあ横に並んだというところで藤平がここで前に出る、いいを取りました。そして危ない5位がちょっとフロントのバランスを崩した。さあこのミスで少々藤井だと5位の間が開いてしまったが、ファイナルラップにおいてファイナルラップ1コーナーで藤平が5位をかわしまして2番手に浮上。さあ5位にとっては万事休す、残りのコーナーが少ないというところで逆転劇はもう見られないのか。そして今ローポイントコーナーに入ってまいりました黄色のマシン、絶景22番萩原克彦は今トップでチェッカー、2番手藤井、3番手5位でチェッカーを受けます。さあそして新顔になりましたゼッケン4番阿部総一郎、午前中の先頭にも、めげずなんとか決勝を走り切りました。ローポイントコーナーを抜けて最終コーナーを立ち上がって今チェッカー、ゼッケン4番阿部総一郎が4番手でチェッカーです。さあそして日照旗を持ちましてのウィニングラン、ゼッケン22番萩原克彦、第2戦の勝利を紙捨て型ながらのウィニングラン、ガレージ萩原